えー、オアコン、ユーチューバー久々にやります。あのね、いやもう結構、今まで取り上げてきたから、結構、探すの大変、うん。まあ、今日もちょっと何人か大物入れてるけど、まあ、4人。今回4人ちょっと。あれ、柴田。うん。まあ柴田はね、まあ去年もまあまあ、 結構昔からオワコンって言われてきたけど、雷神で、年末雷神出てさ、ふわっと復活したやん。うん。でも結局それがずっと続くわけじゃないやん。うん。あの、それは地上波出たらね、みんな、あの、見に来ると思うねんけど。うん。でもやっぱあれから何ヶ月か経って、 あのー、やっぱ再生数減ったよねっていう。うん。この頃、やっぱ、うん。いや、すごいね、やっぱ再生数。うん。ここら辺かな出たの。雷神出た。工事のディスリーとかもあってね。100万再生。うん。まあ、ただやっぱ最近、 ネタ切れ感は否めないよね。何かとライジンの便乗とかしてて。あと、マサトも透かされたな、うん。マサトに喧嘩打って完全無視。うん、まあ、それマサトも忙しいし、相手せえへんわな。で、今、この再生数やからね。ひどないこれ、6万8千で、このサスケって誰 うん、で、竹原にも喧嘩売ってる。で、これもおそらくスルーされてるやんね。うん。まあ、要は、相手してほしいねんな。うん。反応したら勝ちっていう感じやから。うん。まさと竹原に無視されるっていうね。うん。で、こうまた、雷神の話。うん。まあ、見てへんけど、うん。出ないでしょ だってもう、2週間切ってるしね、うん。出ないと思いますけどね。うん、まあこれ多分、レペツェンの方で伸びてると思う。その、最近の中では。うん、昔こういう、なんていうか、釣った魚を食べるやつも、さ、もっと行ってたからね、サイセス。い、うん、かんくなったな、っていう。こう話題のガッキーですら。 うん、そんないかんもんな。はい、えー、皆さん、おわきち、知ってますかおわきち、やばいよ。ほんま、シャレならんことなってる。ま、あでも、彼はもう、YouTube、もう、諦めてるやろ、もう。<laughs> はっきり言って。うん。登録者、一応、2万五千人おるけど、これやからね。え、えこんなん、びっくりするわ。どうなってるん 逆にさ、登録者2百二万人いてさ、なんで210出せるん逆にむずいやろ。出しちゃあかん数字出してもうてるわ。これ、需要ないねんって、こんなん。誰が見んねん、これ。これ、なんなん、この、花嫁。五等分の花嫁。知らんし。 もう完全に終わったなと。まあ、取り上げへんけど、加藤龍みたいなもん。うん。もうほぼほぼまあ引退やね。うん、彼は。彼はなんか、あのー、音楽に力入れてる感じで。うん。だから別に YouTube としては、作った音楽を、まあ流すっていう風に使ってるだけで、 もう物申すもやってないし、うん。でもね、俺もね、始めた当初は、うん、ちょっと憧れてた時あったからね。うん、マジで。うん、だって昔はさ、柴田にも取り上げられてたから。うん、今はもう、沈下せやね。マジで。終わりです。はい、えー、メテオ。 あのー、この人はもともとあれメグインのとこおった人やねうんでメグインのとこやめて、まあ、個人でゲーム実況やってるっていう感じでまあメグインおった時にめちゃめちゃ人気あったみたいだけどねうんまあ結局さなんでかメグインでメグインとこでグループでやってたからこその面白さ 人気あったと思うわ。うん、なんか、AKB 辞めて独立した人がオワコンになるのと似てるな。よっぽど力持ってないと、その、単独で、やっぱやっていくのって難しいんやなって思いますよね。うん、チャンネル登録者自体は11万人おるのに、まあ、その11万人の再生数ではないわな。 ああぶっちゃけ。まあまあ。生活ギリできてんのかなっていう。だいぶ、うん。まあ家賃次第やね。ああまあ、お脇地よりマシやけどああで、かなり厳しいんじゃないああまあでも今更メグイン TV に戻るわけにもいかんしね。 うん、完全にもう、絶縁状態やろ。はい、最後、大物。川地。ひさやで、これ。ほんまに。誰か、ケツラジオ、見ろよ。<laughs> お前さ、俺がちょっと見てんのに、お前、この再生数やぞで。最近の話題にも乗っかったりしてるからな。 ただ、ただやっぱね、俺ラジオ形式ってきついと思うねんな。そ画面が寂しいから、まだ川尻映ってた方が持つと思うねんな、うん。俺はそう思う。でもラジオっていう感じでやってんけど、東野もラジオやめたんじゃなかったっけな。ラジオベース、 はきついと思うあとなんか、川尻は、YouTube よりその、ラジオアプリの方に力入れてたわ。うん。YouTube はまあおまけ程度でやってるんかな。ただやっぱ、さあ、かつて、シュートプライドドリームライジンって出てたさあ、国内トップの格闘家が、 この再生数やで。マジで。これは、俺からしたら悲しいわあ。マジで。まあ単純にさ、川尻のトークが面白くないっていうのもあるけどさ。ぶっちゃけ。なんでラジオアプリの方で力入れるかなあっちの方が稼げんのかな、うん まあまあ、なんでか今、格闘家がよくやるような、スパーリング企画とか、やったらもうちょっとマシやと思うねんけど、まあやる気ないかな。ラジオで行くんやろうなって感じ。うん、まあ結局、川尻って、現役の時からそういうとこあるからね。マイクで滑ったり、うん。ちょっとやっぱ寒いとこはあるよね。はい、っていう感じで、 あまあ登録してないですけどね。うん、たまに気になって行くって感じやね。川尻に関しては。うん、たまにライジンの話してるから。はい。ということで、以上です。